じゃん。よろしくお願いします。じゃあ最初のシーンだ、まあ、ちょっと今回はその夜空をいろんなちょっとシャボン玉とかこういう電飾とかのシーンで、今はこの1サビでバーッとこう振り返ったらこうなっていて、まあ、ここで歌っているんでしょう。お願いします。はい、じゃあ入ってもらいます。はい、すごい楽しいです。違って、その歌詞も別れの感じだったりとか、あのバラードすごい、切ない感じになってるので、私的にはすごい最初に曲を聴いた時も、あ、いい曲だなってすごい思ったので、皆さんにもそう思っていただけると嬉しいです。友情でも恋愛でもいいよって言われた時に、私はその仲いい友達との中学校生活のことを考えるようにしていたので、そうやって考えると、なんかそこに合わさった感じの歌詞がたくさんあるなって勝手に自分では思ってるので、そういうところが好きです。2曲目もまた違った雰囲気のミュージックビデオだったりとか、曲全体的にまた違った雰囲気なので、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。